はい、こんにちは。2015年7月22日水曜日です。はい、今日はね、結構激しく雨が降ったり止んだりしております。今私は、宮崎市の淡木原森林公園市民の森みそぎ池に来ております。はい、以前からね、このみそぎ池の増水問題を、取材しております。まあ、今日もね、そのみそぎ池の様子を、見に来ましたが、結構すごい状況ですね。はい、こちら側がね、立ち入り禁止になっている現場です。ちょっと少し、中に入ってみたいと思いますね。はい、この、ね、囲まれている中の方が、立ち入り禁止なので、その立ち入り区域じゃないところからね、様子を見たいと思うんですが、このような感じですね。勢いよくみそぎ池に流れてます。まあ、ひどいもんです。はい、松の木の根っこもまだ、何も、されてません。この奥の方ですね、右手奥に見える、太いビニールパイプから、排水が、水がどんどん流れてます。ここもですね、もうすごい、足元もべちゃべちゃで、この先に、排水用のマンホールがあります。そこまで行ってみます。はい、ここが排水用のマンホール。ここ最近の雨で、この付近一帯も、使ってます。なんとマンホールの蓋も、使ってます。ちょっとこれひどい状況ですね。はい、みそぎ池、近くの道路に来てます。で、結構ね、ここの道路、なんですけれど、雨が降ると、まあ、ご覧のように、かなり水が溜まってます。まあ、この道路は市道なので市が管理しているんですけれど、かなりね、排水の状況が悪いということなんですね。はい、こちらが、その問題のみそぎ池です。もうこれ、そこにバス停があるんですけれど、まあ、この歩道の上、このバス停の近辺からも、はい、現場を見ることができます。で、この真下にその、道路からの排水がたまる排水溝があります。はい、かなり勢いよく道路側からの、水がここに流れ込んでいますね。これはこちら側、はい、ここに一つ、排水溝があります。そしてもう一つの排水溝が先ほどご紹介しましたところなんですが、こちら側にもね、もう一つ道路から流れ込んでくる排水溝があるんですね。はい、ここも結構流れ込んできてますね。そしてこれがこちら側につながっていて、ここ、そしてまだあります。ここにもまだ排水溝がありますね。
ここはそう流れは激しくないようです。でこれがこちら側の問題のビニールパイプにつながっているとこういう流れです。まあちょっと雨が上がってきたので排水の勢いが弱くなりましたけど、もうすでにもう午前中、まあ昨日からも雨降ってますんで、水がもうだいぶ溜まっております。でこの水が、さっき紹介しましたようにみそぎ池に流れ込んでいるという状況です。はい、ということで、またこれからもね大雨または台風がやってきます。そのたんびにね、このみそぎ池、どん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 水が溜まっていきます。増水していきます。しかももうこれ松の木の根っこ、非常にもう地盤が軟弱です。これ木がねぐーっとこれ一本だけ結構曲がってるんですよね。これもともと曲がっていたのか、この、排水の問題で根が崩れてこのように傾いたのか分かりませんけれど、この木がねこちら側に倒れてきたらちょっとね大きな問題、怪我人が出るっていう可能性もあります。ここはねまあ行政が言ってるようにため池ではあっても多くの皆さんや市民の皆さんは観光地パワースポットとして見ておりますんで、そのあたりね、早めに対応をお願いしたいと思います。一応ね宮崎市の、公園緑地課と、道路維持課の方でね、今後の対応を協議すると言ってますが、こんなにね、雨が多いと、どん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 現場は危ない状況になっていくと思います。もう素早い対応をね、よろしくお願いしたいと思います。以上、宮崎市の淡木ヶ原森林公園市民の森みそぎ池からお伝えしました。それでは失礼します。